ルベンプラサは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県、イビ出身の自転車競技選手。2001年、アイバネスト・ドット・コムと契約を結んで、プロ転校。2004年、ケルメに移籍。2006年、オペラシオン・プエルトに関与している疑いが持たれ、コムニダ・バレンシアナが解散。2007年、ケス・デパーニュに復帰。ブエルター・ラ・リオハで、総合優勝を果たしたが、 オペラシオンプエルトの影響を受け、4月25日に契約を解除される。なお、当人に、ドーピング関与の事実はなかった。2008年、ベンフィカに移籍。2009年、リベルティ・セグロスに移籍。2010年、ケス・デパーニュに3度目の復帰。2015年、ランプレ・メリダに移籍。2016年、オリカ・グリーン・エッジに移籍。2018年、 イスラエルサイクリングアカデミーに移籍。シーズン終了後にに引退。自身が最後に所属したチームの後継チームである、イスラエルスタートアップネーションのサテライトチームのアシスタントスポーツディレクターに就任した。ありがとうございます。